どうも、レモンでーす。はい、ということで、はい、寒いよ、もう。寒いね。寒いよ。急だよ。急だよ。ということでですね、街ブラ、もう2本上がってんのかな、ね、大宮と川越、単独で行ってくれたら、俺をおちょくって。ということなんですけども、なんと、待望の女性ゲストが来てくれるらしいじゃないですか。待ちに待った。待ちに待ちすぎたよ。野郎集しかないから、この分断。僕、名前と名前しかまだ知らないんで。ということで、じゃあ僕が入れていいですか。二十歳の南さんです。どうぞ。お願いします。はい。身長意外と大きい。でかい。172ある。でかい。ちょっとプラプラと歩きながら、いろいろ質問していきたいこととかも。もう死ぬほどあるので。男としかいないです。女の子に聞きたくていっぱいあるので、見ていきましょう。はい。いや、いいですか、じゃあ私どうぞ、はい、初対面ですね。じゃあ、まず、みなみさんと呼ぶのか、みなみちゃんと呼ぶのか、はい、俺、みなみちゃんって呼ぶ。じゃあ、俺もみなみちゃんお願いします。みんな将軍なんて呼ぶ。みなみって呼ぶ。将軍なんて呼ぶ。みなみです。あー、いや、ちょっとあいつらも上だね。呼び捨てはちょっと。いや、じゃあ俺ニックネームでさらに上行くわ。あ、はい、みなみで、じゃあなえ、ニックネームとかないの、逆に。あ、でも将軍にはミナミンって呼ばれたりもします。あいつがミナミン。ちょいちょいね。なるほどね。おい、カツオお前のアップじゃないかよ。視聴者のお待ちかねのカツオのドアップ。いらない。俺のインセル乗っけてるからお前のドアップ。今日のカツオ。最近やってない。最近やってないんだよ。え、結構原宿には来たりするの？将軍と来る時ぐらいしかあんまり最近は来てないですね。まあ俺も言うて全然来ないからな、原宿は。そうなんですか、うん、原宿ちょっと若いよね。俺、池袋より先基本的に行かないから。俺の情報的には将軍の弟子で、はい、初めて将軍に会ったの。きっかけは何なの。きっかけは何でしょう。フジテレビか。あ、そうですね。何か聞いてるの。きっかけはフジテレビか。普段長野で会った。1年前かな、ちょっと。あ、じゃあもうほんと始まりは謎なんだ。謎なんだ。そうですね。もう気づいたらいたみたいな。あ、いんなこいつみたいな。でかい、でかいちょっといかついやつみたいな。まあでもそこから古着興味湧いてって感じなんで。あ、じゃあもともとはそんなに服古着系じゃなかった。最初古着ってなんか、うん、なんか言ったら悪いけど人が着たものでしょみたいな。あ、一緒それなんだよ、ね、そっちでした、ね、うん、あのヴィンテージとかですけど中古っていう印象が。そうです、そうです。はい、ということで、はい、ここは、原宿の、まあ、いつものとこですよね。いつものところね、もう我々の我々としては、ね、我々としてはいつものところ。アリスカフェの、まあ、手前のところなんですけれども、はい、シンプルにお腹が空いたので、はい、なんか食べたいなと思うんですが、はい、あ、まだ社長からお金をもらってもらってます。あー、今ちょっと俺たち今あの小銭も持ってない。それで俺のポケットに3本しか入ってないの。お金何も。じゃあ、嬉しいです。いただいてもよろしいですか。今回は嬉しいです。いつもね、このスーモの黒ですよ、このかっこいい。おめえ、しかもお前500円、お前10円玉込みの。じゃあ3人でこれで、はい、あ、あるじゃない、あるじゃない、あるじゃない。本日の軍資金1人1000円の3000円で、3000円で、あの前回の川越栗越の発表です。3000円結構出てくるんじゃない。結構増えるよ。結構寿司か。寿司三昧でもいい。全部音声だけどね。タピオカとか飲んでいただいて。タピオカね。タピオカ。いいっすね、タピオカ。何その微妙な反応。いいっすね。いや、私タピオカ店員なんで。タピオカ店員で。タピオカで、タピオカ屋さんでバイトしてて。タピオカ屋さんっていうのは、ゴンチャとか。まあ、そういう系とか。ゴンチャではないです。ないよね。でも結構有名な。カエルの卵。違います、違います。だねえな。カエルの卵。それ飲み込んだら中でもふかしちゃうから。あ、だからおたまじゃくしとして。どしも無理だ。ただ思いついた。ただ俺冷静に全員見てたの。めっちゃ笑ってる。
ミナミがいっちゃん笑ってた。ということで、まあ、今回3800円、まずちょっとご飯食べ行こう。はい、どっちにしろ話せると思ったんだけど、スクラセスさん、ファッションチェックのコーナー、ファッションチェックこれはですね、あの伝説の伝説の坂木のスタジアンとパンツはフィルメランジェのパンツで、下エアモラク治療、はい、で、カツオが今日69のコート、もしまだカツオの部屋紹介してなかったらそのうちします。もし先にしてたらしてます、はい、で、パンツがリーバイスにプレスト履いて、スニーカー、ナイキのやつ、エア、あ、違う、エアじゃねえよ、イニシエーターですね、イニシエーター、はい、久々に泣きましたけど、はい、久々に見たこんな感じです。ダサスニーカー、ダサスニーカーということで、皆さん着るってのはこちらですか。もうあれ、これどっかで見たことない。そう、どっかで見たことあるでしょ。俺も会った瞬間色違いを着てるやつがいるんです。そう、これぐらいの身長のめちゃくちゃいかつい、オレって人がいる。オレ、オレ、オラ、オラ、オレさんが着てるやつですよね。そうですね、かっこいい、かっこいい、かっこいい、いう人がいるんです。の色違い、色違いのバーバリーの、バーバリーので、 L サイズ、同じ L サイズです。すごいね、いいね。やっぱ170タッパーあると女の人でも L 着れるんだよ。あ、で、下はあれです、名前出てこなかった。ハートのロゴマークの、ハートのロゴマーク待てよ、そう、ハートのロゴマーク、はい、ギャルさんプレイ、ギャルソンです。あ、来ました、ワンポイント、1南ポイント入りました、1南ポイント、1南ポイント、1南ポイント入りました。こんな感じで、はい、なるほど、いいね。でもじゃあ、あの、お腹空いたということで、そうなんですよ、あの、まず第一にお腹空いたが一番来るんだ、ね、お腹満たすると南ポイントよりもお腹空いた、お腹空いたが満たされるったら、俺も南ポイントゴリゴリに狙いから何焼きにしますか。もう焼きは決定なの、何焼きもうたこ焼きなのかあと何焼きがな、すき焼き、すき焼き、いいね。あの、確かにこの辺ちょっとなんか美味しく食べて、一緒に見定めてあげようか。あ、そうだね。これ俺、これ俺の自分にベージュとかも好きよ。それはないよ。違う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 、燃えるんだよ、なんでだ、何食うと思う、あ、ちゃんと濃い、あ、ちゃんと、とりあえず一番近いものとしたら、わらたこ、小たこ、わらたこ、わらたこです、わらたこ、食べましょう、食べましょう。これが、わらたこですよ、皆さん。あ、サンキュー。わさびは練り込んだってこと、これは。わからない、食いましょう、とりあえず、いただきます。じゃあ、俺はね、このね、いつも塩ネギ、そう、これマジで、これたこ焼き食うのとかマジどんくらいぶり、もう1年以上食ってないけど。いただき、写真じゃなくてカメラに向かって食え。うん、もうめっちゃ似てる食感に、まあまあ、はい、はい、あっか、あっか、どうぞどうぞ、いただきます。あ、あ、怖い。あ、うわ、ふんぐふんわ、うわ、ふんぐふん、喋んなくなってきた、食うことにしてきた、やば。あ、食うまい、これうまい、こっちも熱いですか。うん、本当にネギがちょうどいいね、あの冷たさを発揮している。でも、あのプラスマイナス、プラス100の5やなこと、食レポ、プラスマイナスってなんだっけ、プラスマイナスしちゃう、あ、それだ、うまい、どっちがいい、どっちも、どっちも、どっちも、えい、これうまいでしょ、中トロトロ、おふう、おふう、熱い、誰も最初食ってうまいとは言わないんだ、うまい、うまい、みんな熱いって、熱い間違いない、なんだっけ、人間の感情の中で何が一番強いの、熱いだっけ、痛い、痛い、痛いじゃない、痛いだっけ、いや、知らんよ、完全に適当。だから蚊に刺されてさ、痒い時さ、火でこう炙るとさ、熱いが勝って痒くなくなる、化け物じゃん、ほんとほんとほんと、だから、だったら痒いよ、直火じゃないよ、ギリギリの直火な
もうやだわ、ね、喋って揚げ足取り用だから揚げ足取り用です夏も美味しいけど暑さとかいろいろ含めてこれ結局暑さが重要なのうまずじゃねえんだ結局暑さなの美味しい。まあなんかせっかくの街ブラだけど単純に喋って歩いてるだけだそうそうそう周りの風景関係ないんだよ。そうあんま関係ないんだよ。だってさ女の子と一緒にいたらさ周りの風景楽しめんぞお前らな。そういうことだって隣にその子がもうね一番綺麗かっこいいこと言おうとしてたもん。ちょっとかっこいいこと言おうとして失敗したパターン思いつかなかったパターンやっちまったちょっとちょっとやっちゃった最初はグッジョグ